今回は、まあ、現時点での、人類世界最強フランシス・ガヌー選手の行っているワークアウトをいくつか紹介していきます。やっぱり UFC に出るようなもう一流の選手は筋力トレーニングもしっかり取り入れて、まあ、その重要性をもちろんみんな理解してるんで、まあ、パワーやスピードを向上させるこのフィジカルトレーニング、これらをぜひ参考にしていきましょう。もうシンプルに考えて、身体能力、もう単純な力だったり素早さ、体力、こういったものがやっぱり数値が高い方が当然高いパフォーマンスを発揮することができるんで、もちろんそれだけじゃないですけど、当然もうそういった単純なパラメーターも重要な要素になってきます。では早速紹介していきます。まずはバーベルを背中に担いで、片足5から10レップずつランジスクワットをやっていきます。まあ、MMA においてはもう様々なシチュエーションというか、まあ、ポジションにおいてこう力の発揮が必要となってくるので、まあ、どのようなトレーニングでもほぼ無駄になるようなことはない、まあ、それを無駄にしてしまうか有効に活用するかも全て自分次第なので、まあ、様々なシチュエーションにおいてどのように力を発揮するか考えながらトレーニングするのもいいと思います。でこのランジではなるべくバーがこう前後に動いたりしないようにこうなるべく垂直に動くように、力を、軌道を確保していきましょう。次はこの椅子に座った状態からこの台の上に、まあ、台といっても台がないんでちょっとプレートを重ねてやってますけど、なるべくこうしっかりした安定した台でやるようにしてください。でこの台の上にもう座った体勢から、飛び上がります。これはまあ3から5レップで2、3セット行ってください。高さに関してはまあ調整しながら、最初は低い高さから徐々に高くしていくといいと思います。まあ、しっかりこう高く飛び上がるための力がこう制限された状態でも
が発揮できるようにイメージしながら行ってください。次はこの重たい10キロのボールをパンチを打つように壁に向かって投げていきます。この時足はそのままじゃなくしっかりスイッチして、また元に戻す。なるべく一瞬の爆発的な動作を意識しながら行っていきます。これ見た目以上に結構、きついんですけど、5から10回で、左右両方やっていきましょう。はい、今回紹介するのは以上の3種目です。環境によってはできないものもあると思いますけど、できそうなものだけでも参考に行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。